砂漠のようになった我々に対して新陳代謝が再び動いたと、わずかの、まあ、短い天満町と恋という間での短いあの駅の間ではあったけども、それを運転した人は実にその女性との生き残った人たち、なんかたくましさ、そのたくましさというのが原始砂漠から這い上がっていく広島のたくましさにずっとつながっていくような感じしましてね。実践女学校でみんなの看病してたんです。だから赤松さん明日乗務してください、明日からあの電子が動きますいうんで、あの先生からの命令言ったらおかしいけど、それで乗務したんです。避難してきた人とあの怪我してきた人ね、まあ、地元の人、それからあのみんな消防団とか婦人会とかみんなこう来ますよね、てんやわんやよって言ったらいいんでしょうかね。人の力って大したもんだなぁ思って、まあ電車が走ったいうてね、みんなびっくりしました。嬉しかったですね。もうね、何十年も広島はダメじゃ言うて言おりましたからね、まあ、あの時は本当ね驚異的でしたね。嬉しかったですよ。自分らが守った電車がね、一番電車が走ったいうのがね、市民に対してはね、あの勇気言いますか、先が見えたようなあれがあったんじゃない。私はね、あの下痢が続いてね、もうほんと乗務しとるいうのは名ばっかりで、後ろにもたれかかってほんとよいよ何なかったです。でもみんなは、あー電子が行こうじゃー言うて、ものすごい喜んで、ほんで誰がおっしゃったんか知らんけど、電お金のない人からお金取らんでいいから言うて、ほんとお金を取らん、ただで乗務したりね、はい、皆さんは喜んでくれる。今でもなんか意義があったように思います。私、鉄道っていうのはやっぱり人と人との関係を強固にこう結びつけるというのは鉄道だと思うんですね。あの1キロに満たないあの路線開通だったんですけども、それがやっぱりその広島の人々にとってあの希望のこう光であり、またその新陳代謝の音っていうのは本当にあの希望の音であったっていうことがこう言えると思うんですね。落ちてるから、からこれはもう電車がこれではもう動かんのじゃないかというのも、あの変電所の中がねそういう状態だったらね、これはダメじゃないんかのいうのは皆さんあれがあったんですがね。電車はねこの辺もですけどね、あの八丁堀の福屋の方行った時なんかね、あの鉄骨だけですよ、今でもあの見るようですよね、みんな焼けてました。車庫の奥の方に電車があって、車庫の周りはもう木やらあの金くずやらいろんなものでぐじゃぐじゃ、足の踏み場もなかったんです。それはひどかったです。ほんでね、私らにできることは木を引っ張って木をこうあの横へ積み重ねてね手伝いするだけじゃった。とにかく電車が通れるように、電車の線路をね、物があったのみんなこう取ってどけるように収めて、広電勤めて電車マンではあるしね、電車を動かすのがやはり私らはその時使命だったと思うんですけどね、やはりそういうのは自然とね、誰に言われることでなしに、こういう、技術者でない人も事務員の人も現場に出てやられたあれもあるしね、画線の専門の技術の方でなかったんでね、もともとは身を見まねで習って、もともとは行動線なんですよ。でも焼けたからもうやわくなって、でそれを継ぎはぎだらけでつないでは、電線を張っていったような状態ですよね。